皆さんこんにちは、レミです。今日は最近の毎日メイクをやっていきたいと思います。今はスキンケア終わって日焼け止めだけ塗ってある状態です。それじゃあ早速始めていきたいと思います。はい、じゃあまず今日使うファンデーションはメイベリンのフィットミーっていうファンデーション使っていきたいと思います。ここ最近は結構クッションファンデを使うことが多かったんだけど、この間この動画でメイクボックスの整理をしたんですよ。でその時に普段あんまり使ってないファンデーション、このファンデーションが奥から出てきて、久々に使ってみたらすごいやっぱいいなと思ったので、最近の毎日メイクではこのメイベリンのクッションファンデじゃなくてリキッドファンデを使うことがすごく多いです。このファンデはクッションファンデに比べるとカバー力がそんなに感じられないんだけど、普段使いするにはすごくちょうどいいかなと思って、あとクッションファンデは結構よれやすかったり、このほうれい線だったりここの目元の笑いじわに埋まって結構なんかドロドロしちゃうことが多いんだけど、このメイベリンのファンデーションはそれが感じられないのですごくいいです。ダイソーのパフ使って伸ばしていきます。なんかこうやって見るとなんかすごく塗ってる感じに見えるかもしれないんですけど、実際ね結構薄付きです。ニキビ跡とかこのシミそばかすとかが結構つけるぐらい薄付きなんだけど、なんかトーンアップしてすごく肌が綺麗に見える。次にダイソーのユーアーグラムのコンシーラー使っていきます。このコンシーラーでここのニキビ跡と口角のくすみのところを消していきます。この口角のくすみを消すと結構口角がキュッと上がって見えるので、最近はよくここにもコンシーラーするようにしてます。でコンシーラーしたらすぐにこうなじませずにちょっと時間を置いて肌に定着するようにします。でその間に眉毛描きます。眉毛はメイベリンのペンシル&ブラシですね。色はナチュラルブラウン使っていきます。で少し前まで平行眉にしてたんだけど、最近はちょっと眉尻の部分にこんな感じで角度をつけて描いてます。眉毛は結構ほとんど生やしっぱなしなので、生えてる眉毛のラインに沿って輪郭を取ります。で輪郭取ったら毛並みに沿って内側を埋めます。そしたら反対側についてるスクリューブラシで眉毛ちょっとぼかします。次にアイブロウマスカラ塗っていきます。アイブロウマスカラはメイベリンのファッションブローカラードラママスカラ使っていきます。さっきコンシーラー塗ったところのコンシーラーをパフでちょっとなじませます。このコンシーラーなんかいまいち肌の色に合ってない気がする。次にキャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダー使っていきます。次にシェーディングしていきます。シェーディングはキャンメイクのシェーディングパウダー使っていきます。このエラがすごく気になるので結構ここは重点的にいつもシェーディングしています。このエラのねボトックスを前からやろうと思ってて、結構ね高いかなって思ってたんだけど、この間調べたら意外と結構安くって3、4ヶ月ぐらいで効果が薄れちゃうらしいんだけど、だからやれなくもない価格だったので、再来月年内か来年頭ぐらいにはボトックスやろうかなって思ってます。こうシェーディングしてない方とシェーディングしてある方です。結構ねげっそりというか顔がシュッとしたのが分かるかな。で同じパウダーを使ってノーズシャドウ入れていきます。まずこのここから入れていきます。次にこの鼻の頭の部分、鼻の頭がギュッと上がって見えてほしいので、この鼻の下の部分に塗って、鼻の頭の部分がちっちゃく見える感じに、ちっちゃく見えるのを意識しながら
影をつけていきます。次にチークいきます。チークはザ・セムのシングルブラシを使っていきます。色は RD03 番です。軽く血色を足したいなぐらいの時に使います。こんな感じでこの頬骨の上のところに楕円形っぽい感じで塗ります。次にハイライトいきます。ハイライトはクリオのプリズムエアーハイライター使っていきます。色は01番のゴールドシアです。まず鼻の頭のところに、顎とおでこに丸っこく、こう笑った時とか横から見た時にこう綺麗に光が集まることを意識していつもここにハイライトつけてます。はい、次にアイシャドウいきます。アイシャドウはエチュードのルックアットマイアイカフェとマジョリカマジョルカのこのシングルシャドウを使っていきたいと思います。これ最近全然使ってなかったんだけど、この間メイクボックスの整理をして出てきて、で久々に使ってみたらなんかすごい良かったので、ファンデーションとこのファンデーションと同じ感じで最近よく使ってます。じゃまずベースにこっちのエチュードのやつから塗っていきます。これをアイホール全体に塗っていきます。同じ色を下まぶたにも塗ります。次にこのマジョリカマジョルカのシャドウカスタマイズ、色が BR784 番使っていきます。これを二重幅のところに塗っていきます。少し前までは結構テラコッタっぽい赤みの強いブラウンのシャドウばっか使ってたんだけど、久々にカーキっぽいなんかクールっぽい感じのシャドウを使ってみたら結構よくって、なんか新鮮で楽しいので最近の毎日メイクはもっぱらこれです。したら同じシャドウをこう目尻のところに、目尻からちょっと出るぐらいの感じで、目尻部分に濃いめにのせます。で筆に残ったやつをちょっと下まぶたの目尻部分にも軽くこんな感じでのせます。で次にさっきシェーディングに使ったこのキャンメイクのシェーディングパウダーで涙袋を描いていきます。涙袋あるかないかだとなんかやめ、目のデカさが全然違う気がする。全然気がするっていうか全然違うよね。涙袋描かないとここまでが目ですよって感じだけど、涙袋描くとここまでが目ですよみたいな。次にアイライン引いていきます。アイラインはメイベリンのハイパーシャープライナー使っていきます。色はブラックです。カーキのシャドウ使った時はラインは結構キリッとした感じに描きます。上まぶたの粘膜のとこと、あとまつげの間を埋めます。で次マスカラいきます。マスカラはメイベリンのハイパーカールパワーフィックス使っていきます。この間の動画でこのメイクボックスの整理の様子を上げたじゃないですか。これめっちゃ良かったです。前のやつだとメイクボックスの上にあるコスメしか使えなかったんだけど、これだとこう整理するのがここだけのこのクリアケースの中だけの話だから、こうめっちゃ一見ちょっとねごちゃっとしてるように見えちゃうかもしれないけど、これめっちゃ良かったんでめっちゃおすすめです。はい、マスカラ塗っていきます。はい、最後にリップ塗ります。リップはエチュードのルドルフベターリップトーク、色は OR209 番塗っていきます。こんな感じで今日は赤リップを塗っていきます。このカーキのシャドウと赤が相性いいなと思って、最近ちょっと強めの赤リップを塗るようにしてます。普通に下唇に塗ってまーってやって
で、上唇は輪郭のところをこの指でポンポンさせて輪郭をぼかすようにすると、なんか塗ったって感じよりかは結構自然に血色がいい感じの唇に見えるので、最近そういう塗り方をしてます。結構なんかね、赤リップバーンって塗るとなんかケバいっていうか老けるので、赤リップを塗るときは自然に血色がよくって唇が赤く見えるぐらいの塗り方をします。で、真ん中のところに重ねて塗って、ちょっとグラデーションリップっぽい感じにします。はい、というわけで最新の毎日メイク完成です。今日はこのマジョリカマジョルカのカーキのアイシャドウとエチュードの赤リップの組み合わせでメイクをしてみたんですけど、いかがだったでしょうか。もともとなんかね、赤リップとかじゃなくってピンク、コーラルピンクっぽいピンクのリップをすることが多くて、そのコーラルピンクっぽいリップとか、この赤みが強いブラウンのシャドウを使ってメイクをすることが多かったんですよ。でもなんか最近髪の毛を伸ばしてるっていうのもあって、気分もちょっと変わってきたし、メイクボックスの整理をすることによって、なんか今まであんま使ってなかったコスメがこう出てきて、せっかくだし使ってみようかなと思って、最近こんな感じで毎日メイクをやってます。はい、で今度の動画では、この間がこの間って言ってももう2ヶ月ぐらい経ってるんだけど、新大久保で買ってきたこの今日も使ったこのセムのチークとコリンコっていうとこのリップを使ったメイクをしてみたいなと思っています。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今日のメイクや今日の動画が良かったなって思っていただいた方はグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。コメントも書いてもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。